どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。というわけで今回は約1ヶ月の休載期間を経て今週のジャンプ35号で連載再開となった呪術廻戦最新153話の解説考察をやっていこうと思います。久しぶりの呪術廻戦本誌ということで僕もテンションが上がっておりますが、皆さんもぜひ最後まで楽しんでいってください。少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録もしていただけると動画作りのモチベーションになります。それでは早速やっていきましょう。第148話から第152話までの5話をかけて描かれた禪院家のお家騒動。禪院家の木庫に所蔵されている呪具を取りに実家に戻った牧を待っていたのは、実の父扇による娘たちの暴殺。渋谷事変の動乱を隠れ蓑のに、御三家内での権力争いで優位に立とうとした禪院家の企ては、舞の死と、それによる牧の覚醒した天与呪縛により脆くも崩れ去ることになりました。牧はその後、禪院家の戦闘集団、ククル隊と戦闘。隊員を殴殺した後、現れた禪院家最強の術師集団、兵の面々と交戦。交戦資格条件で準一級以上の実力を持つ術師である長寿郎、乱太、仁一郎を圧倒した牧は、兵の筆頭である直哉をも圧倒しました。第152話では、実の母や、その日は家を不在にしていたククル隊や兵の面々まで手にかけていたことが明かされ、牧が今後どうなるのか暗雲が立ち込めていたところで終わりました。第153話では展開が一転。天元によりはかりの所在を告げられた虎杖と伏黒は共に栃木県の立体駐車場跡地へ。どうやら呪術高専3年はかりは現在秘術師を客とした違法な掛け試合をしているらしく、停学中にもがっつり呪術規定に抵触していく彼の粗暴の悪さがほのめかされました。掛け試合が行われている立体駐車場跡地に着いた虎杖たちは伏黒の起点により掛け試合に潜り込むことに成功。個人的にはここで描かれていた虎杖のお口チャックがお茶目で好きでした。試合のルールを説明され、話が簡単になってきたと笑顔になる虎杖。先ほどまでの小難しい頭脳戦から一転、水を得た魚のようにウキウキし始める虎杖が可愛いですね。掛け試合は脚本なしのガチンコと脚本ありの八百長に分けられているようで、こわもてのマッチョマンの言葉から察するに、脚本なしのガチンコでうまく立ち回れていたり、ある程度の客人気を獲得している参加者が八百長の対象として選ばれるのでしょう。その方が派手でダイナミックな戦いを描けますし、客としても人気のカードを観戦することができて盛り上がるので、胴元であるはかりからしてもこの見極めは大事なのでしょう。虎杖の初戦の相手はまさかのパンダ。第147話で矢賀の最後に駆けつけ、パンダだって泣くんだと感動的なセリフを残したパンダがまさかここで登場するとは思ってもみませんでした。おそらくパンダも死滅回遊にははかりの協力が不可欠と知ってこの立体駐車場を訪れたのだと思いますが、パンダとのひそひそ話の末、ひと芝居を打つ形で勝利を収めた虎杖。これは動物愛護団体が黙っていないぞというパンダの負け際のセリフが面白かったですね。渋谷事変後の日本で動物愛護団体が機能していることを祈りましょう。熱は熱いうちに、と賢そうで賢くない残念な言い間違いをしながらビジュアルが明らかになった呪術高専東京校3年、はかり。過去の五条の階層からはだいぶイメチェンをしているようですが、ゼロ巻での京都百鬼夜行で保守派と揉めてボコった結果停学になったという経歴に見劣りしないパンチ力でした。そして何より事前情報がほとんどない状態で登場した呪術高専東京校3年が一人、星キララ。一応ファンブックでも情報がほのめかされていたので、全く予想できなかったというわけではありませんが、はかりとセットで登場したのは少し驚きでした。重ための前髪にメッシュ、ラブレットなどのフェイスピアスや、チョーカーにパンクっぽいキャラデザと、ちょっとここに来て新しい属性てんこ盛りの女性キャラが登場して、僕は完全にノックアウトされているんですが、皆さんはどうでしょうか。はかりが元カノの話を出した際に叱責していることからも、キララちゃんは現在のはかりの彼女か、それに近い関係ということになるのでしょうか。また彼女の術式も非常に気になるところです。はかりが、後で警備にキララも出す、と慣れ慣れしく名前を呼び捨てしていますが、現在ファイトクラブ構成員の陰に潜伏中の伏黒への警戒という意味で彼女を警備に出すのであれば、キララちゃんの術式は策的に向いているか、もしくはそれなりに戦闘向きの術式ということなのでしょうか。ここに関しては後日別の考察動画を出そうと思っています。連載再開初回ということもあってか、今回は誰も死なない平和な1話でした。今後、虎杖たちとはかりがどのように関わっていくのか、来週以降がますます楽しみです。今回の動画は以上となります。
このチャンネルでは呪術廻戦の考察、解説動画を中心にアップしています。深くわかりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画を見ていってください。 Twitter もやっていますので、そちらもよければ。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなに。